皆さんこんにちは、プルベルトです。今日は10月31日で、もう明日から11月に入るんで、ちょっと早いかもしれませんが、カレーを練りに来ています。で、今日は餌を3本用意して、で、餌の方がマムシとアオウスメを用意しています。で、ちょっと部位があるんですけど、そこにカゴが沈んでるようなんで、それを避けてカレーを狙っていきたいと思います。で、もうかれこれ1時間2時間ぐらいやってるかな、やるんですけど、ちょっとフグの量がものすごく多くて、だいぶ苦戦しています。フグやろ、これ。このハンプ。ほら、フグ来た。でっかい、でっかい。なんこのフグ。うぅ、でっかい。フグか、えぐ。ちゃうわ、ハゲや。よっしゃよっしゃ、いいサイズ。よーしよしよしよし、よいしょ、また。よいしょ、首熱。
かついてるかな、これ。なんかついてるな。ペグか。お、チャーリーかな。またもや、チャーリー。チャーリー。ごめんごめん。チャーリーですね。よいしょ、チャーリーです。今回の兆候は、エストリがとても多く、仕掛けを投げ入れて3分持っているか怪しいくらいでした。また、今年の夏はかなり暑く、残暑も長かったので、カレイが釣り出すのが遅いかもと思っています。1月初旬ぐらいまでカレイが狙えるので、そのくらいの時期までカレイを狙いたいと思います。今回は以上になります。動画が良ければ高評価とチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。